ウルグベクは、ティムール町の第四代君主。ティムールの四男シャールフの長男。幼名は、ムハンマド・タラガイ。文人、学者の保護者となったウルグベクは、自身も優れた天文学者、数学者、文人であり、統治者としての実績よりも、学者としての実績を高く評価されている。ウルグベクによって統治されたサマルカンドでは、王族や有力者による建設事業が、 盛んに行われ、町に集まった多くの学者が天文学、数学、歴学などの分野で成果を上げた。ウルグベクの知性は、トルキスタン文化の黄金期と呼ばれている。ウルグベクの生誕600周年にあたる1994年は、ウルグベクの都市に指定され、様々な式典が行われた。1394年に、シャールフとガウハール・シャード・アーガーの長男として、 スルターニーヤで生まれる。シャールフは息子を祖父の名前にちなんだムハンマド・タラガイと名付けたが、ティムールの意向によって、トゥルクの言葉で偉大な指揮官を意味する、ウルグベクに改名される。ペルシア語で偉大な指揮官を意味する、アミーリ・キャビール、アミーリ・ボゾルグと称されていたティムールは、自分の称号と同じ意味を持つ、ウルグベクの名前を与えた孫に、 大きな期待をかけていたと考えられている。幼少期のウルグベクは、ティムール第一の性質であるサラーイムルクのもとで養育される。1404年に、ティムールによって、ウルグベクと彼のいとこのエケベクムの結婚が取り決められる。同年夏に、サマルカンド郊外の牧草地で二人の結婚式が開かれ、式は二ヶ月にわたるものになったと言われている。 ティムールの中国遠征には、ウルグベクも従軍しており、ティムール死後の内戦においては、シャールフの部下のシャーマリクと共に、バルフ近郊のアンドフィドとシバルガンの統治を命じられた。13歳の時に、ホラーサン地方の一部トカスピ海南岸のマーザンダラーンの総督に任じられる。1409年に、大井継承戦を制したシャールフがサマルカンドを制圧すると、ウルグベクは、 サマルカンド知事に命じられる。これにより、ウルグベクを統治者とする地方政権がサマルカンドに成立し、支配期間は40年近くに及んだ。1419年に、ジョチウルスの王族バラクがウルグベクに支援を求め、ウルグベクはバラクに援助を与える。また、ウルグベクは、バイストの内装に敗れた、モグーリスタンハ国のシールムハンマドに援助を与え、 バラクとシールムハンマドは、それぞれの国で君主の地位についた。ウルグベクは二人を通した間接支配を計画していたが、1426年に、バラクは、シル・川中流域のティムール帝国領を占領して敵対し、シールムハンマドもウルグベクに従属の意志を見せなかった。1425年に2月に、ウルグベクは、モグーリスタン遠征を実施し、 同年5月に、モグウル軍に勝利を収めた。遠征軍は、天山山中のユルドゥズ草原に到達し、帰国した。1427年に、ウルグベクは、シャールフから派遣された援軍と共に、北方のウズベク族の討伐に向かうが、敗北する。シャールフは遠征の失敗に非常に落胆し、一時は、ウルグベクから、サマルカンドの統治権を没収しようと考えていたと、 言われている。ウズベク遠征の失敗以後、ウルグベクは対外政策に消極的な姿勢を取るようになる。1447年にシャールフが没した後に各地で王族たちの反乱が発生し、ウルグベクの母のガウハールシャードは孫のアラーウッタウラを擁立した。ウルグベクはアラーウッタウラに捕らえられた長子のアブドゥラティーフを解放するため彼とは役を結んだ。 取り決めに従ってアブドゥラティーフは解放されたが、他の条件は履行されず、ウルグベクとアラーウッタウラの戦争は再開される。1448年に、ウルグベクはアラーウッタウラに勝利して、マシュハドを占領し、アブドゥラティーフはヘラートの制圧に成功した。しかし、ウルグベクの遠征中に、サマルカンドがウズベクの襲撃を受け、街は破壊と略奪の被害を受ける。 ウルグベクは、シャールフが、本拠地としていたヘラートからサマルカンドに、首都機能を移転しようと考え、シャールフの遺体を、サマルカンドのクーリアミール病に移して帰国する。ウルグベクは、先制術に強い関心を持ち、占いで、自分の息子に殺される結果が出た後に、アブドゥルラティーフを遠ざけるようになり、次男のアブドゥルラジーズを、後継者にするように考え始めたと言われている。ヘラートが、 トルクメン人の襲撃を受けて破壊された時、バルフに駐屯していたアブドゥラティーフは、ウルグベクに対して反乱を起こす。1449年秋にアブドゥラティーフの軍はサマルカンドに接近し、ウルグベクはアブドゥルアジーズと共に迎撃に出るが敗北する。ウルグベクはアブドゥラティーフにメッカ巡礼を願い出て許されるが、サマルカンドを立った後に、 アブドゥラティーフが派遣した資格によって殺害される。1941年にウルグベクの母領から彼の頭蓋骨が発見された。サマルカンド総督となったウルグベクは37年に渡ってマーワラアンナフル地方を統治し平和な時代が続いた。ウルグベクは原則的にはヘラートのシャールフからの指示に従っていたが、シャールフの指示に現れていない。 独自の政策も実施されていた。しかし、ウルグベクが実施した政策の詳細は不明な点が多い。ウルグベクの知性には新しい貨幣が鋳造され、商業の発達が促進された。ウルグベク時代のサマルカンドにはティムール時代と同様の自由で、協力的な空気が流れ、美と人生の楽しみを好む性格と学術上の、自責からルネサンス的な君主にも例えられる。 イスラームの伝統に基づいた支配を敷いた父のシャールフと異なり、ウルグベクは、チュルクモンゴルの伝統に則った支配を施行した。ウルグベクは、チンギスへの人間を、クグツの藩に擁立し、クグツの藩の名のもとに命令を発した。チンギス間の血を引かないウルグベクは、チンギス家の王女たちとの結婚によって、血統を強化したが、この婚姻政策には、 キュレゲンの称号を使用していた祖父のティムールの存在があったと考えられている。ウルグベクはティムールと同じくキュレゲンの称号を用い、ウルグベクが発行した貨幣にはウルグベクとティムールの名前、キュレゲンの称号が刻まれていた。ウルグベクによってサマルカンドのティムールの墓に南極星のセノタプが置かれ、セノタプには伝説上のモンゴルの王妃アランゴアに遡る。 一族の系譜が刻まれた。セノタプの素材となった南極は1425年のモグーリスタン遠征の際にカルシから持ち帰ったもので、かつてモグーリスタン遠征を行ったティムールがこれをサマルカンドに持ち帰ろうとしたが果たせなかったと伝えられている。ウルグベクの統治下ではマドラサなどの公共施設が多く建築され、それらの施設には土地が枠布として寄進され、 幕府から上がる収益によって、施設の維持と管理が行われていた。ウルグベクの建造物の中には後世に崩壊したものもあるが、サマルカンド、ブハラには彼の建てたマドラさが残る。また、ティムールの地世に建設が開始されたグーリアミール病は、ウルグベクの時代に完成した。ウルグベクは、サマルカンド総督時代から中国の命に対して、たびたび施設を派遣した。 1439年にウルグベクが送った両馬は民の英葬に気に入られ、英葬は馬の姿を描かせて縁起のいい名前をつけた。1449年にウルグベクの派遣した施設が民の宮廷を訪れたが、この年にウルグベクは殺害されたために彼が派遣した最後の使者となり、英葬は土木の変でオイラとの捕虜とされた。 ウルグベクがサマルカンドに建てた絵画館は中国の影響を色濃く受けた壁画で装飾されていたと言われている。サマルカンドのウルグベク天文台内部、カディーザー・デルーミー、ギア・スティーニ・アルカーラで構成される学者の集団を率いて、ウルグベクは1420年頃に完成したウルグベク天文台で天文観測を行った。1437年。 41年頃に、ウルグベクたちの観測結果は、天文表としてまとめられ、従来使用されていた、ナスイールティーントゥースイーの天文表に代わって、使用されるようになった。天文表には1018の構成が記録され、うち約900の星の記録は、実際の観測に基づいており、サマルカンドでの観測が困難な星については、プトレマイオスの アルマゲストの記録に修正を加えたものが収録されている。計算に少数、演習率を用いた星の観測は当時のヨーロッパ世界の研究水準を凌駕していた。オリジナルの天文表がどのような言語で書かれていたかは判明していないが、アラビア語もしくはペルシア語で書かれていた説が有力視されている。ウルグベクラによって作成された天文表は精度が高く、 ヨハネス・ケプラーの台頭に至るまで重要視されていた。17世紀のオックスフォードの天文学者、ジョング・リーブスは5種類の写本を使用して、ウルグベクの天文表の研究を試みたが、彼の死のために研究が完成を見ることはなかった。1665年には、トーマス・ハイドによって、ヨーロッパで初めて、ウルグベクの天文表が出版された。 ウルグベクの伝統的なイスラーム諸学への関心は自然科学への関心に比べて低かった。一方でウルグベクは幼少期からコーランのすべてを暗唱することができ、7種類の暗唱法について精通していたと言われる。ウルグベクは自身が建設したマドラサで教鞭を取り、コーランについて講義を行っていた。ウルグベクは科学的問題の把握と立証に、 ヘツライや世辞は不必要なものだと考え、学生たちに命じて対等な立場で議論を行った。議論の際にあえて不適切な意見を述べ、自分の意見をうのみにした学生の誤りを正すこともあった。ティムール長期に成立した歴史書4ルス氏の編纂には、ウルグベクが関わっていた、あるいは彼自身が表した本だと考えられている。ウルグベクはペルシア語。 アラビア語、中力語を自由に使い分けることができたと伝えられている。ウルグベクは、狩猟を趣味とし、日時、場所、獲物を狩りの都度に書き残していた。部下が狩りの記録を紛失した時に、ウルグベクは、数年にわたる狩りの記録を口実して書き取らせ、新しい記録帳を作成させた。後に、最初の記録帳が見つかった時に、ウルグベクの記憶によった、 新しい記録と照らし合わせてみると、言語と異なる点は数箇所しか見つからなかったと伝えられている。ウルグベクは音楽を好み、自身も楽器の演奏を行った。南極の製品を愛好したことも知られ、彼の名前が刻まれた工芸品が数点存在する。他に名前不詳の公費が2名いた。ありがとうございます。